土砂崩れとしてね、皆さんに特別な忍耐を持って聞いていただきたいと思います。では、それから、今の場面場面をね、聞いてください。
しましてね、日本全国どこでもねやっていきたいなと思っております。今日はね最後まで聞いてもらって本当こちらがありがとうと言っていただきます。ありがとうございます。この話ちょっと落ちがございましてね、落ちがございまして、その神話の話に戻るんですけど、ご存知だと思いますけどね、そのイザナギイザナミの話はね最後どうなったかというと、見たわけですよ、やっぱりイザナギがね。そうすると非常にその見にくい状態で奥さんの方がいて、まだ見にくい状態だったんで、もうよく見たなって言ってね、結局ね追いかけて殺してやるぞって追いかけられたわけで、イザナギの方はなんとか地上にいて、奥さんの方は残っちゃってですね、で喧嘩しましてね、で奥さんの方がね、もうこれからね1000人、1日1000人、人間を食い殺してやるぞって言うわけね。それに対してその旦那さんの方がね、じゃあこれから1日1500人産むからなって言ってね、喧嘩を別れてそういう話があると。それは後で神話を調べてみてください。からオルフェイスの方はですね、どういう話かというと、結末はですね、その奥さんと別れちゃってね、もうそれからオルフェイスさんも女性は一切縁をね、断ちましてですね、もう純粋にその、なんかその神様の道にね、進んじゃったという話らしいんです。で、じゃあ肝心のね、バッハさんはどうしたかというとね、完全にその、非常に悲しいんでね、元の奥さんが亡くなっちゃって、完全に悲しい、とても悲しいんでね、こんな素晴らしい曲を作りまして、その後ね、また若い綺麗な奥さんをもらっちゃってですね、アンナ・マグダレーナという綺麗な奥さんをもらいまして、で、また10人くらい子供を産んだというね、そういうオチがつきまして、バッハさんは痛いですねって、そういうオチがつきました。とも最後まで聞いてあげてください。